島口哲郎は、日本の盾師、俳優。1990、2012年に、殺人や、チャンバラだけでなく、剣で表現をする芝居として、博式道、侍ソードアーティストという新しいカテゴリーを作った。2012年からは、殺人やチャンバラを発展させて考案した芝居表現、博式道を、オリジナル侍メソッドと呼んで、東京都中板田橋の道場などで教える。 キュータランティーの監督映画、キルビルボリューム1では出演殺人指導、振付を担当。2018年10月、イタリアフィレンツェにて、日本人初のコンソナンゼ文化芸術賞を受賞。2018年6月、侍を世界へ発信する企画、コード・オブ・ザ・サムライプロジェクトを立ち上げ。2019年10月、ゴーツ・若松市観光大使、福島県あったか。 福島観光大使に就任。埼玉県川越市出身。埼玉県立坂戸高等学校卒業。日本大学芸術学部映画学科卒業。殺人同士会第40代会長を務める。自らのアーティスト活動のほか、舞台や映画などで俳優、盾師としても活躍中。クエンティン・タランティーノ監督の、キルビルにクレイジー88構成員、ミキ役にて出演。 殺人指導、振り付けも行う。最近では、ヨーロッパを中心に、海外ツアー公演、侍道場などを展開している。2010年イタリアフィレンツェ、イタリア国立ペルゴラ劇場公演、2017年ダイヤモンドルートジャパン、最近では、元サッカー選手のロナウジーニョや、フランス俳優のジェラールド・パルデューをはじめとする海外の著名人とも共演や侍指導なども行っている。 博士起動道場、フィレンツェ海外支部、2012年、独自の侍メソッド、博士気道を創設。日本は、もちろん、イタリア、ポーランド、チェコ、リトアニア、ベラルーシ、アメリカなどでも、道場を展開し、世界各国のメディアに特集されることも多い。また、オリジナルの侍アーティストとしてロックワードの、商標登録、国際特許を取得し、 日本を世界に発信している。博士奇襲カムイ、博士ムラ侍アーティスト、カムイ、ケンムド、侍アーティストカムイ2018年6月、侍を世界へ発信する企画、コード・オブー・ザ・サムライプロジェクトを立ち上げ、2018年10月、イタリア・フィレンツェにて、日本人初の文化芸術賞、プレミオ・コンソナンゼ賞を受賞。二千十九年、十月、 福島県あったか、福島観光交流大使、合津若松市観光大使就任。2018年、文化芸術賞、プレミオコンソナンゼ賞を受賞。所属団体、博式集家無意全体での活動は、博式集家、無意を参照のこと。国内,国内、編集海外、編集国内、編集海外、編集国内、編集海外、編集、博式道での活動は、 博士軌道を参照のこと、ありがとうございます。